Likewise. Yeah, thank you. Thank you. We're trying to do something almost pretty much impossible that no mind, bright mind will do. That's why big corporation will never take risks to do something like we're doing. IT 業界でもやはりエンジニアの方がこう CEO になられることってあんまり実はうまくいかないことが多いんですよね。でも例えば Google でも例えば Yahoo でもあのエンジニアが始めてますよね。小本さんももちろん素晴らしい資質を私は感じています。いつも典型的な起業家っていうのは必ずしも成功するわけじゃなくて違うユニークな人の方が成功する可能性があると、そういう観点では彼はものすごくユニークなポジションを持っていて、なんとおっしゃってましたユニークな人。いやもうそれはユニークだと思います。僕はどうやって自分のアイデンティティ、この世に生まれてきて自分の個性をどうやって発揮できるかっていうのを小さい頃から考えたんで、ユニークだって言われるのは私にとっては褒め言葉だと勝手にポジティブに受け止めてます。恐竜がいた時代に、哺乳動物っていうのは恐竜に食べられないために夜行性の動物に進化したわけですね。まさか薬剤の開発にするために1000億円も集めなきゃ自分がいけない道のりに飛び出してるってことは知らなかったために、もう2億円もあればいろんなことができるだろうと思ったんで、じゃあやってみようという、本当に今から思うと浅はかというか、世間知らずというかですね、多くなった時に長期的には非常に組織の、を拡大する時にはやはりそのベンチャー企業っていうのはその一つのものにこうある意味かけて、はい、シアトルで有名人といえば世界一の大富豪と言われているビル・ゲイツさんのお家があるんです、ね、はい、そうですね。でビル・ゲイツさんも何年も抜かれてないんですけど、抜く人がいるとしたら多分先生だと思います。そんなことはないと思いますけど、多くの方がね喜んでくれる薬ができればいいなということだけなんですよね。これからお会いする方とは久しぶりですか？久しぶりです。非常にご無沙汰してますやりだすと本当に一流を目指すっていうね、その頃から。まあけど研究はやめてよかった向いてないっていうかね、あんまり緻密なあれはね。そうだね、そういう感じの僕はタイプじゃないですね。だからいやいや、今は話しても全然違和感がないっていうか、もちろん成長はされてるんですけど。いやいやいや、そこらばっかなんですよ。こんな感じですよ。それは私がやっぱりワシントン大学に行った時に、その周りの研究者の人たちがまず驚いたのは、もう実験装置とかそういうのがものすごく乏しくて設備が悪いんですよ。でその中ででも素晴らしい研究成果が出続けてるんですよ。これは何だろうなっていうのを思って、でそれをやっぱり突き詰めていくうちに、ものすごく考えに考え抜いた疑問っていう、そういう仮説っていうのを立ててるから、得られた回答が科学に与えるインパクトですごく大きいんですよね。それを見てやっぱりこれ同じ時間かけて問題を解くんだったら、やっぱりインパクトの多い価値ある優先順位の高い問題っていうのを設定するのは非常に重要だなっていうのは身に染みて感じたんですよね。この木から木のリンゴの実が落ちる瞬間を目撃したんですよ。あったこれだ。これどっからどういう風に落ちてきたんですか？いやその辺見てたらヒュッてそこについたのが落ちてきたんですよね。でコロコロコロって転がってこれちょっといくらなんでも偶然にしてはっていう感じですけど、生まれて初めて見ましたね。なるほど、だから嬉しそうな顔。よくニュートンがね、万有引力の法則を見つけた時にこうリンゴが落ちるのを見ていたからだっていう逸話がありますけど、実際はそんな瞬間を見ることなんてなかなかないから、あれは後から作られた逸話だろうっていう話がよくありますけど、私まさか自分が落ちる瞬間を目撃するとは思わなかったんで、ちょっとびっくりしました。